お、馬に乗ってる。おーおー、かっこいいかっこいい。皆さんおこんばん、乙村ユニアです。今回も織田信長のストーリーモード長篠の戦いを進めていきたいと思います。難易度は普通です。いやね、簡単を卒業して普通です。ムービーがありますね。長篠の戦いはね、このやっぱ銃ですごい有名な戦いなんじゃないですか。最強の武田騎馬隊があっけなく敗北するっていう。おっと、後ろに家康、信長様の天下のためなれば。で、今喋ってるのが光秀ですね。天下が見えているか、はっきりと。大河の主役。なれば信長はいらぬもの。ほ、見せてみよう。後ろにいるのが家康と秀吉ですね。未来は一瞬の間に過去とな、人も物も考えも過去のものとなり果て。光秀はね、銃の扱いがうまかったって聞きます。それを惜しまん、むしろめでよ。天下世の時を進めよ。そのために信長は天下に武を敷く。時を進めるため常に考え動き、とどまることを許す。なんかよくわかんないけどかっこいいな。なんかよくわかんない、まあ、とりあえず進み続けるってことですか。金ヶ崎で九死に一生を得た信長は、はい、再び兵を挙げて姉川に浅井朝倉を破る。打ち破りましたね。信長の勢いを恐れた諸大名は互いに同盟を結んで、有名な信長包囲網ですね。大きと見た武田信玄は、これを打ち破るっていうのがすごいよ。しかし進軍の途上で信玄は病没、はい、後継の勝頼率いる武田軍は三河に侵入し、徳川に属する長篠城を包囲した。家康の救援要請を受けた信長は大規模な鉄砲隊を率いて設楽原に着陣。戦史に残る戦いが始まる。来ました。狙い蹴散らし苛烈に攻めよ。第3話長篠の戦い、とどまること許さぬ。よし、じゃあやっていきましょう。じゃあいつも通りね、ミッションをこなして大将をね倒せばいいだけですから。はい、まずはここにいる竹葉騎馬隊雪村たちを倒して、はいはいはい、四天王で勝頼が大将。もう信玄はねこの時点で死んじゃってるんで、病気で。はい、武田軍の方が、あーでも徳川軍、信長も多いね。よし、じゃあ勝てる勝ち戦をやっていきましょうか。今の時代はもうね、馬じゃなくて鉄砲になりましたから。この時代は、よし、ここに柵があってね、はいはいはい、よしやっていく。世の時を進めよ。いや騎馬隊全然来ない。ここにね銃がいます。鉄砲当てろ。はい、じゃあやっていきましょうか。全然騎馬隊が来ない。うわ、あれ待って、雪村強くない？よし、親方様の志、ここで耐えたいものか。信玄の志、信玄が死ねば無価値。そうだね、うわ、あなたの構えを崩す。今が引けば本陣も崩れ、その心へ。今回は家康の敗北に注意ですね。お、雪村が一旦引きました。よし、
襲撃の隙をつけ、策を迂回して攻め込め。結局突っ込むだけなんですね。よし、じゃあ騎馬隊やっていこう。いや騎馬隊いないな。武器だなど無価値。撃て。あのちょっとそこへ。お、竹中半兵衛。この状況で何を悠長なこと言っとるか。いやね、ここ銃撃隊いるけど、おっと竹中半兵衛のところに騎馬隊が出現したみたい。さすが軍師竹中半兵衛。よし、じゃあ竹中半兵衛を助けに行きましょうか。どこ？お、馬に乗ってる。おお、かっこいいかっこいい。まあね、騎馬隊って言ってもね、バリア張ってればどうとでもなるんで。じゃあ隊長さん倒しますか。この騎馬隊が出てくるのはあれです、この長篠の戦いだけですね。だいぶ珍しいです。よし、全員倒した。半兵衛ご苦労。おっと、くの一が懐に。マジか。倒した。もうよい、武田に滅びをくれてやる。はい、いや、なんで信玄生きてる。そうもいかぬか。お、ババなんとかって確か武田してんので。いや、信玄生きてんのね。いや、もう生きてたならね、三方ヶ原の戦いで突破した後にそのまま攻め込めばいいの。よし、雪村を倒さないといけない。いやいや、なんか信玄さん策略ですとか言ってるけどね、絶対三方ヶ原の時で決着つけた方が良かったと思う。戦場の土となるのか。じゃあ雪村をやっていこう。いやね、雪村前作っていうか前回の動画で使った主人公だけど、倒す。親方様の王道は半ばなる。ぬるまを打った程度で半ばなる王道。ぬるい。やっせ。よし、今度は本気で行っちゃうよ。バリア。あ、待って、雪村無視すんじゃん。そんな無視する？ちょっと待って。予想外、雪村がそんな無視して、俺を無視していっちゃうとは。じゃあ雪村をね、ちゃちゃっと倒しますか。はい、ドーン、かっこいい、決まった。雪村を掴んでやりたい。雪村をつかね、ちょっと掴ませてくんない。1、2、3。あ、もう信長来てるから仕方ないな。2、3、4、掴む。
なんで家康こっち近づいてくんの。よし、必殺技バトル決めてやる。掴んでーゴー。決まった。もはや武田に勝機の倒した。潰せ。おもし、じゃあ信玄を滅ぼしに行きましょうか。相手にしてらんな軽いな、ノリが軽い。ついでに勝頼やっとこう。本当の大将ね、史実の大将勝頼、今こそ披露戦、天王山まで逃げるっていう。あれどこだ、転がしてあげる。よし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 、どう。 OK、 勝頼撃破。すごいね、圧倒的有利じゃないですか我が軍は。よし、じゃあ武田信玄をやっていきたいと思います。じゃあね、信玄をね間違って攻撃しちゃったんですけど、信玄に一切攻撃せずに、HP をゼロにさせていきたいと思います。まあ最後のとどめはね刺さないとしょうがないんでやっていこうと思います。いや本当はね信玄を鉄砲隊にね撃たせてやりたかったんですけども、鉄砲隊が信玄を見向きもしないんで倒していきたいと思います。目的と違った。じゃあ奥義使って倒しますか。はあ、オッケー撃破。これでまた時が進む悪魔の笑い方だ。無力。はい、最後までご視聴していただきありがとうございます。次はね、木津川口の戦いを、難易度難しいでやっていきたいと思います。よろしかったらチャンネル登録の方お願いいたします。じゃあねー。